Bonjour à tous. チャンネルクララをご覧の皆様、内藤陽介の世界を読むの時間がやってまいりました。本日もお相手は私河合です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この、今回の配信が、はい、7月の19日ということでございますんで、はいはい、すいません、また、告知の方よろしくお願いします。明日のですね、20日から、20、21、22と東京錦糸町の、南口丸井の8階隅田産業会館で全日本切手展という、例名のイベントをやります。で、今年はですね、チェコスロバキア独立100周年ということで、チェコの一番最初の切手がプラハ城切手という切手で、これ実はアール・ヌーボーの巨匠のアルフォンス・ミシャがデザインしてるんですね、はい、でちゃんと切手の下にミシャっていう名前が ありましたね、入ってて、でこれをですね、先着300名の方に実物プレゼントという、本物のミシャが手に入るということでございます。で、プラハ城の切手のコレクションだとかですね、いろんなことをやります。で、切手の展覧会で例年通りの展示やるんですけれども、私自身も一応その3回ちょっとお話をやります。で、一つは、3回やるって言ったって、実はそこでスポンサーさんがいて稼ぐので、そういうことなんですね。委員長自ら資金を稼がねばという、身をもってこう働いて汗を流して費用捻出しているわけでございますが、午前中のセッションはこれはまあ専門的な話なので、切手店 その出品者向けの審査員からという人の視点なので、はい、ちょっとこれは難しいと思うんですが、午後、土曜日、中日土曜日の21日の土曜日ですけれども、2時半から、こちらはチェコ切手店と連動で、アウシュビッツの手紙という本を昔作りましたので、アウシュビッツとそれからチェコ、当時ボヘミア・モラビア保護領と言われてましたけど、はい、そことの郵便のやり取りの話を、させていただきたいと思います。で、それからそれが終わりましてから1時間ぐらいお話をしまして、4時からはちょっと間を置いて4時からはですね、東京草原社という翻訳の本なんかいっぱい出している、はい、出版社があるんですけど、あそこが7月20日付で世界一高価な切手の物語っていう翻訳書を出すんですよ。で、それは実はちょっと3、4年前だったかな、2014年だったと思いますけど、エーリオギアナっていうところがあって、はい、今のガイアナですね、南米のガイアナというところがあって、はい、割とこれなんか見てる人は人民人事件のガイアナというところが強いと思うんですが、ガイアナ その昔エーリオギニアとしたところが、これは1セント切手ってすごい高い切手があって、ニューヨークのオークションで、当時のレートで9億5000万ぐらいの、で、それが実はその数奇な運命をたどって、その2014年のオークションで9億5000万までなりましたっていう物語の本を、翻訳がアメリカで出た本なんですけど、それの本がちょうど20日に出るんですよ、はい、で、草原社さんにもですから広告なんか出していただいて、うん、 そうですね、そのお礼でせっかくなんでその切手の話をちょっとしてみようかということで、ですからトリプルヘッダーなんですけど、うん、一般向けにはダブルヘッダーで、やりますんで、ぜひよろしければ遊びに来てください。その時まだ人数が少なければプラハ城切手も残っておりますいずれにしましても、ね、彼女も会場でいてニコニコ笑っててくれると思いますので、お待ちしてます。ぜひぜひ今週末は、7月の20、21、22、3日間金土日ですね、東京錦糸町南口の、全日本切手店に遊びに来ていただければと思います。じゃあ今日これでおしまいというわけにはいかない、すいません失礼いたしました。で、というわけで一応そういうことなんですが、今週の、これ撮ってる時点でのそのニュースということで、はい、やっぱりワールドカップでフランスが優勝したって、裏番組で一応フランス本国であった出来事っていうと、一応その革命記念日の更新で、そうですね、自衛隊がねパレードに参加して、はいはい、あれは今年が日仏交流160年ということで、はい、で、3回目だったんですけどね、パレード自体は、で10年前はPKO の人が行ったり、それから2014年は、はい、第一次大戦100周年で、はい、一応その当時 その同盟国というか協商国の戦勝国の仲間 でパレードして、だからもしかすると来年もそのベルサイユ条約100年で行くかもしれないよね。そうですね、トップでやるかどうかは別として、そのパレードの中も参加するかもしれない、で、それと合わせて実は本当は安倍さんがね行っていくはずだったのが、安倍さんが西日本の豪雨の関係で外遊を取りやんだっていうことで、代わりに河野太郎さんが外務大臣が行って、アクサというその条約との協定をサインしてきたということなんですけれども、
あれもだからあの中身については意外とあんまりそのちゃんとなんか報じられてないのかなって気まして、うん、むしろなんか日本ではあの河野太郎氏がねあの写真を撮ってこうSNS に上げてベッドで寝てるとことかつってなんか、うん、何しに行ったんで外遊あれだと本当に遊びに行ったんじゃないかみたいな、まあ、でそれでどうでもいいんだけどあのそれでまあ遊ぶってんじゃなくてあれはそのほら自由に移動するっていうのが本来の意味じゃないですか、はいはい、だから外遊っていうのもその外国に出て移動していくというのがあれですか、うん、例えばあの遊軍とかね、うん、遊学とか、はいはい、あるいはその遊劇とかってのは何も別に遊んでるわけじゃなくて、うんうんうん、そのどっかに定めずにあのこう自由に移動するという意味の外遊ですから、うんうん、それでまあ本来の外の仕事をしてたんですけど、まあ、あれって写真なんかこう上げてましたけど、うん、あれってやっぱりああいうとこ行くと撮りたがるもんですかね。やっぱりいや多分気が大きくなってはいるんじゃないですか、うんうん、監視の目もねあんまり少なくなってるでしょうし、まあ、多分日本人からするといちいち上げてって思うかもしれないですけど、まあ、中国人とか韓国人とかだと結構こうインスタとか、うん、ツイッターとかでツイッターより多分、うん、インスタとかフェイスブックだと思いますけど、うんうん、みんなでとにかく移動するじゃないですか、はいはい、あの人たち移動して記念に写真を撮って加工せずにアップするのがなんかこうステータスみたいな、まあ、楽しくなっちゃう。例えばフランス行ってチャイニーズがそうやってこう撮ってたりなんかそのやっぱ見ました。基本そうですね、現場に基本的にいつもこう学校でも集団でこう移動していて食堂とかにいてもかなり先の方にいるのに声が聞こえてきてちょっと怖かった記憶とかもありますし、あとルーブル美術館に行った時に基本日本人の団体とかは監視員から注意されないんですけど、一番こう触んじゃねえよって怒られてたのは中国人の団体でしたかね。まあ、触るだけで済まなさそうな雰囲気もあるもんね。結構触るもタッチじゃなくて結構撫でるんですよね。ご利益ないから撫でても意味ないよって思うんですけど、結構こう撫で撫でしててそれは怒るよ誰でもって思う感じの触り方はしましたね。で、そうです。で、それで、あの、まあ、でもほら河野太郎は、まあそこでこうベッドに寝そべった写真撮ったんですけど、別にあれをしに行ったわけじゃなくてそうですね、うん、で、あの時に行った最大の仕事は何かっていうと、あのアクサっていうあのはい、日本語で訳すと物品あくまで総合提供協定っていう、うんうん、ちょっと長ったらしいんですけども、あのこれをまあサインをしに行ったんですよ、はいはい、でこれはあの何かというと自衛隊とフランス軍があの有事の際に物資だとか、はい、役務をそのまあ譲し合うっていうそういう協定で、例えば何か有事の時に、普通 の, その通関手続きとか、うんうん、あの入る手続きなんかとやっぱりなかなか間に合わないじゃないです か,、まあ、確かにそれを自由に割とそのフリーにできるようにしようっていうことだったんですね、うん、だから本当はそういう意味で言うと、まあ、河野さんでもいいんだけれども、うん、本当は安倍さんが ね,、まあ、ねあの行ってやらなきゃっていうことではあったんで、うん、あのまあ、西日本のことがあったからしょうがないとは言ってもちょっとその辺が残念だったことであると思うんですけれども、うん、で実はあのサインをしましたという時にあの翌日にあの日仏外相会談というのがあって、ちょその時にはお互い特別なパートナーっていうことで、うん、からエネルギーとか環境問題含めた海洋対話っていうことを言い出したんですよ、はい、うん、でフランスっていうとどうしてもあのヨーロッパの農業国で陸がすごい国って意味は、うん、そうですね、うん、大きいと思うんだけど、森ってイメージしかないですね。森、平野じゃなくて森、もともとほらブルゴーニュの森とかいうので、基本的には森だったり森林だったりっていうイメージの方が強いです。フランスって実は海洋国家なんですよ。すっごい海洋国家なわけ。で、あの EEZ ってわかります、あの排他的経済水域って名前ぐらいは聞いたことあると思うんですけど、はいはいはい、あの200海里がどうのこうのですね。そう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 、でその地域の中ではまあ独占的にその経済的に使っていいっていう、あの領海ではないんだけど独占的に使っていいっていうエリアなんですけども、実はねフランスって EEZ って世界で2位なんですよ。そうなんですか。そうだから1100万平米平方キロ持ってて、で世界2位の海洋大国の実は、ちなみに1位はアメリカ。あ、なんかそんなでもねアメリカね1135万だから1100万のフランスと実はそんなに変わんない。あ、そうですね。ね、それで言うと日本も大きいのよ。日本は447万、まあ、約448万弱で8位なんですよ。まあ、海に囲まれてますからね。そうだからね、日本狭い国っていうんだけど海まで入れると実はかなり世界的にもでかい国なんです。でただどっちにしてもそのフランスではそういう意味であの、うん、海洋国家なんですよ実は。はいはい。で結構その海外領土ってのがいっぱいあって、で特にそのまあ日本とまあ馴染みがあるっていうか関係が深いという太平洋なんだけどね、太平洋にあの海外領土ってのが行政的には4つに分かれるんですけども、はい、あの50万人住んでます、生活してます。そんなに住んでるんですね。そうだから結構ねちょっとした国レベルなわけですよ、うんう
でフランスがそのまあフランスっていうのは太平洋側の重要になってきたっていうのは第二次大戦後特に意味を持ってきたのはあの核開発なんですね。あのフランスは核保有国じゃないですか、はいはいはい、結局やっぱり冷戦時代に ある程度その西側なんだけどアメリカには従属しないっていう、うんうん、あのそういう立場で独自外交みたいなのやるときにやっぱり核っていうのは非常に重要だったんで、はい、そこであの核開発をするというとどうしても核実験をする場所が必要なわけですよ、はい、でそこでどこにやったかというと太平洋 の, あの島々から南太平洋領土を持ってますからそこを核開発をする場所にしようとするわけです。で63年に太平洋実験センターっていうのを作るわけです。でそこで66年から核実験をするわけですね、うん、主な場所としてはあのムルロア環礁と、ファンガタファ環礁失礼しました。でこの2つでどちらも行政的にはあのフレンチポリネシアなんです、うんうん、でここで核実験場を作って核開発をバンバンやるわけですね、はい、でこれはその、まあ、あの主にやったのはさっきの太平洋実験センターなんだけども当然核開発をやるってことになるとあの地元の住民はもちろんそうだし周辺の国や地域だったり、うん、あるいは環境保護派の人たちとかっていうのはいろいろ反対運動なんかもやったりするじゃないですか、うん、でそうでなくてもあの例えば経済的にうまくいかないとあの出場 の, そのポリネシアの人がそのフランス当局にあの暴動を起こしたりなんかっていうのもあるんでそうするとやっぱりそこで彼らをそのやっぱ治安を維持しなきゃいけないということで軍隊を組んですね当然のことだから、うん、でそれがあの出場ポリネシア中東フランス軍でこれがあの FAPF っていうのとそれから同じ軍隊ニューカレにも置くんですね。でこれがあの FANC という形になるんです。でこの2つ の, そのポリネシア駐屯軍とニューカレドニア駐屯軍というのがこれがあの冷戦当時冷戦時代ですからいろんな情報収集やったりするあるいは独立運動を抑えたりする経済暴動なんかもその鎮圧なんかも担当するということをやってたんです。でフランスはあのずっとその後も核実験やってたんですけども、うん、あのだからその90年代にもやってんだよね。だから母さんが生まれた頃ぐらいにも一度子供の頃はやってるはず で, で結構その大騒ぎになったなってその後やめたんですけどそれやめたのが96年なんですね。でその時に、まあ、いわゆるその CTBT 条約をまあ採択して核実験をこれまあやめますということになったんです、はい、そうするとそれまであのポリネシア駐屯軍とかあのニューカレ駐屯軍の役割っていうのもその核施設を守るというのから徐々に変わってくるんですよこの頃から。で実は太平洋っていうのはあの南太平洋ってやっぱ圧倒的にでかいのはオーストラリアなんですよ、はい、何言ったって、はい、であの国としてはオーストラリアに比べればちっちゃいんだけれども、うん、でも軍隊なんか意外と強いのはニュージーだったりするわけね。あーなるほど。でオーストラリアとニュージーってこれはあのアンザックっていうさあの同盟みたいなの結んでて、であのこの2つは強いんだけどでもこの2つは強いけれども結構地理的に見ていただくと太平洋の中で偏ってるんですよ場所的に。結局太平洋のオーストラリアとニュージーが近くにあってそこからアメリカに大陸に行くまでの間に島々がいっぱいあるわけじゃない。ほうなるほど。そうでしょ。でそうするとでやっぱり広いわけですよ太平洋ってものすごく、うん、広い海って感じが、うんうん、ものすごい広いじゃない、うん、そうするとあのオーストラリアとニュージーだけではあの対応が必ずしもできないんだよね。うん、でそのちっちゃな島々の国があるんだけども、うん、例えば対応できないっていうのはあの災害だよね一番。台風の被害なんかが起こるとものすごい出てくるから救援なんか行かなきゃいけない。うん、それやっぱりあの軍隊が出ていかなきゃっていうふうなことがあったりするときに当然オーストラリアニュージーだけでは対応できない。はい、あるいは海が広いと何やるかっていうと密漁だよね。あなるほど。うん、日本でも割と最近あの尖閣沖でやる人がいたり、うん、あるいは何年か前に小笠原のサンゴをさ ありましたね、ごそっと持ってっちゃったやついるじゃない、はいはい、同じ国だけど、はいあのうんね、であのそういうことをやられちゃうってさ、うん、やっぱり漁業資源っていうのが、まあね、特にそういった島国っていうのは漁業で食ってるとこが多いから、うん、ある程度コントロールしないといけないけど、うん、全部持って帰るとそれは困っちゃうし、うん、であるいは干渉なんかをそれでも何でもかんでも根こそぎやられたら困る。で密漁のパトロールなんかも当然しなきゃいけない、うんうんうん、やっぱりそれそうするとやっぱりオーストラリアニュージーだけで無理で当然あの辺は船がやっぱりいろいろ行き来しますから海難救助の問題もある。あそっか。だからものすごい広いところなんで人手はいくらあっても足りないんですよ。そうですね。でいい具合になんだかんだ言ったらフランス軍がちゃんとあそこにいるわけじゃないですか。あタッシュとニューカレに、そっか、ポリネシアとニューカレにいるから、はい、そうするとそのフランス軍にそういったものにその取りあの手伝ってくださいねっていうことで役割がお願いできるんですね。そうそうそう。でフランス軍もそこでやることで自分たちのその太平洋におけるそのいろいろ権利を主張されるできるわけね。うーん、
なるほど。で結構それでフランスがいる意味が出てきたわけですよ。今までの核実験場というから今度ずいぶん変わってきたわけですよ、21世紀に入ってきて。でそれと同時にやっぱりあの南の島っていうことで妨害がないこともあって、例えばインマルサットってこれはあの移動通信衛星のネットワーク、はい、それからインテルサットではこれ商業衛星の通信システムなんですけども、これなんかはあの傍受するその通信システムがですね、これがあのフランスはあの置いてるんです。それからニューカレム軍隊ってのは、ニューカレム軍隊もそれからポリネシアの駐屯軍も結構ですねあの武器は充実してて、あの戦車揚陸艦とかですね、巡視艇とかあのそういった本格的なものを持ってる。でそこでその言ってみればあの辺のそのまあ国際秩序っていうか、それをある程度守る上で重要な役割っていうのは実はあったんですよ。ただ今までは比較的その安定しているというふうな面があったんで、これがそれほど問題になるということはなかったよ。でところが20世紀の終わりぐらいからどうも雲行きが怪しくなってきたよねっていう状況があるんですよ。でそれは何かっていうと、さっき言った密漁の話も出たけど、要するに密漁する人たちが、密漁だけじゃなくてそういう人たちがどんどんその南下してきたわけね。で例えば要は中国が太平洋南下してきたわけですよ、どんどん、はい、で98年には環太平洋合同演習のリンパックっていうのがあるんだけど、これに参加したりする、はい、あるいは西太平洋の潜水艦救難訓練に参加したとかっていうようなことなんですけれども、まあ、そういう形でいろんな形でその、まあ、あの演習なんかに参加するという形で出てくるわけで、ただこれがゲストとして参加する部分にはいいんだけども、それだけならいいんだけれども、並行してちっちゃなオセアニアの島国ってちっちゃな国いっぱいあるじゃないですか、はい、ああいうところにちょっかいをかけ出すわけね。あらま。で例えば有名なのは病院船外交ってやつがあるんですよ、うん、で病院船っていうのは船を一つ丸々病院にして移動させて、はい、でそれをそのいろいろ島につけるわけ、はい、で実は太平洋 の, そのオセアニアの国々っていくつか、まあ、10いくつかあるんだけれども、中国 の, その外交 小国に対する外交の一つの基本っていうのは、はい、中国がと国交を結ぶと台湾と国交を結べないわけじゃないですか。なるほど、うん、そうそう、だからそれを台湾と国交を結んでいる国を切り離していく、切り崩していくっていうのが彼にとって非常に重要なわけね。それはいろんな意味があって、一つ拠点を作るっていう物理的なこともあるし、まあ、そこまで行く前にはまずはその国連の一票を確保する。で中国と台湾が利害が対立する、あるいは中国とその国際社会が対立したときに中国の味方をしてくれる票をどんどん取っていくっていう意味でも、その中国を切り崩す必要なわけですよ。で現在そのオセアニアの14カ国のうち、台湾と国交がある国が6カ国、はい、中国が8なんですよ。で割と拮抗してるのね。確かにそうですね、うん、アフリカなんかも完全にもうそのチャイナが抑えちゃってるんだけれども、まだオセアニアって割と拮抗してるんですよ、うん、島国に関しては、うん。でそれで例えばその中国と国交を結んだ国に病院船を送るわけ。でトンガだとかバヌアツとかフィジーだとかパプアニューギニアなんかに送って、そこで病院船を送って困った人がいたらタダで見てあげますよ。その代わり中国と手を結ぶ代わりに、だからそう、我々と手を結んでくれたらタダで病院船を送ってあげて、台湾とは手を切ってね、そうそう、悪い友達とは手を切ってね、あいつと付き合わないでよ、こっちと付き合えばいい思いしてあげ、させてあげるよ。でそれで軍艦をその改造したもんで行くから、そういうのを言っていろんな人見せるわけですよ。ちょっとずるいじゃずるいですね。 でそれで実際そういうところでそのすごい軍艦のさ大砲とかもあって、でも病院だよって見せるとか、で言うこと聞かなかったら分かってんだろ、この大砲がこっちを見てぶっ放すところみたいなことを言わないけれども、そういう無言の圧力をかけるわけ。笑顔の下でこう銃ちらつかせる感じです。そうそうそう、だからこうチラチラとこうなんかこうナイフがこう見えてるとか、いやだわ怖い怖い。でそれでその、まあ、ばらまいてるけれども、そのばらまいてるに乗っかっちゃうとなんか怖いよねっていう、うん、まあ、チャイナの人って割とばらまくの好きだよね。好きな人いるよね。あ、性格的に。お金をばらまくイメージは若干あるかもしれない、ね、なんかそういう見ました、実際体験ある。一緒にこう一時期ホームステイしてた女の子、まあ、今友達ですけど、なんかこうお家の人にお土産に買ってきたって言って、結構高いワイン買ってきたんですよ。学生だからそんなにお金持ってないはずなんですけど、結構いい値段するものを持ってくるなっていう記憶はありますね。あとまあ結構荷物がいつも多くて、だいたい服とか靴とかお金かかるものにお金をかけている割には、髪型とかは自分で切ってんじゃないかなぐらいのどこに行っても中国人中国人中国人みたいな、あ
あれここ中国だっけってたまに思う時はあります、うん、でまあ、ともかくあのだからほら結局割とばらまいちゃう、ばらまいてってマウンティングするっていうのが、まあ、あの人たちのメンタリティーするところ、国ってのも要は個人の守護体ですから、うん、やっぱりそういうメンタリティーあるわけですよ、うん、まああのこれもしかするとヘイト発言って言われるかもしれないけど、うんうん、で例えばそういう形で病院船なんかをやって、うん、それでそのやっぱり取り込んでいく、うん、で特にその中国にしてみると、まあ、オーストラリア、ニュージーは固まってるんだけども、太陽に散らばってる島の中考えるとニューカレとそれから、まあ、あのタヒチ、ポリネシアですよね、フレンチポリネシアのタヒチ、オンタヒチですけど、その中間にいるところをいかに切り崩していって自分がそこでその勢力を拡大していくかっていうことが大事なわけ、ね、その一つにはあの漁業資源もあるし海底資源もあるし、あるいはそのルートを確保するって面もあるし、いろいろあるんです。で例えばその中国の工作が非常にその激しく行われている国の一つはフィジーってのがあるんですよ、うん、でフィジーってもともとニュージーがすごく影響力を持った国ではあるんですけども、はい、例えばフィジーなんかにそのチャイナが非常に影響力を持ち出したってきっかけって2006年に軍事クーデターが起こるんですね、うん、でそれまでニュージーが非常にそのフィジーに対しては影響力を、政治にも影響力を持ってたんだけども、ニュージーだとかオーストラリアだとか EU だとかっていわゆる西側の国々って、はい、やっぱり軍事クーデターとかってそれやめろっていう形で援助を停止するわけですよ、うんうん、あるいはその割と国のそのある程度のポジション以上の人間の入国禁止みたいな圧力をかけると、で孤立するわけじゃないですか。でやめさせたいんだけども、それでやめたいとなってくるとどうするかっていうと、困ってくるとチャイナがスーッと寄ってくるんだよ君ニュージーさんと仲悪いの、じゃあうちがさちょっと融資してあげるよって、うん、やり方がずる、まあ、まあいかにもね、タコにも三国志の世界なわけですよ。うん、でそれでまあそれをきっかけでそのフィジーの政財界にチャイナがすごい食い込んでいく。でもともとそのフィジー自体は先住民系の人でインドから移民が結構入ってる、インド系の人との対立みたいなあったところにそのチャイナがどんどん入り込んでいっちゃう。で例えばその結果それどん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 影響力拡大していって、2015年には中国はそのフィジーに海軍のその海軍基地建設する協定なんかも結んじゃったりするわけです。で現在はそのフィジーに入港するね外国の船の7割がチャイナの船だと言われてるわけ、チャイナの漁船だと言われてるよね、漁船、うん、でもこのだけど漁船ってのは建前は漁船なんだけど本当の漁船かどうかは分かんない。それはやっぱり尖閣だとか小笠原に行ったあの人たちが本当の漁船なのっていう、まあそうですね、分かんないですよね、武装民兵みたいな人がいっぱいいたりしてするわけじゃない、うん、であとやっぱりフィジーなんかっていうのが当然オーストラリアとかニュージーに近いっていうこともあるんで、オーストラリアって当然米軍の関係の施設なんかもあるから、うん、そうするとそういったものをその電波の通信を傍受したりする、うん、情報作をやってるんじゃないかとも言われてるわけ。このやっぱり証拠が出ないんだけどと言われてるとしか言えないんだけども、それが、ね、出てくるわけね。であるいはトンガなんかに関してはこれをもっと露骨なやり方をしていて、どんどん金貸すわけですよ返せないこと分かってるのにどん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 ニコ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 お金貸すわけ。闇金と一緒じゃないですか。そうだから牛島くんなわけですよ。怖いよ。牛島くん外交をやるんですよ。やば。で実際に今トンガっていうのは国家のその収入の2割ぐらいをチャイナの返済にね、借金返済に当ててるわけ。でも経済的にはボロボロなわけですよ。かわいそうに。でそれから例えばそういう他の援助をして、その代わり今度はその国際社会のいろんなところでその対立するということを聞かせるってやり方があるわけですよ。あるいはそのチャイナのその代弁者に使う。でそこでやったのはバヌアツね。でバヌアツっていうのはもともとニューカレットその海底資源をめぐって大陸棚争いっていうのは対立したところなんだけども、そのバヌアツをそのニューカレはそのバックにフランスがついてるけども、うん、バヌアツはやっぱり少ないからいないから、じゃあうちがバックについてあげます。でそうするとバヌアツ君はチャイナ様の子分になっちゃうじゃないですか。そうすると、うん、チャイナ様の意を忖度して国際社会で発言するわけ。例えば何やったかっていうと南シナ海でさ、はい、チャイナがもうかなりむちゃくちゃなそのこれ全部俺のものみたいなことを言ってハーグの裁判所に訴えられて、そんなわけねえだろバカって言われた判決が出たことがあったじゃないですか、うん、まあ、単純化して言うとね、うん、その時にそれ訴えられた時にバヌアツがさっと手を挙げて、いやチャイナ様の言うことは正しいと思いますってやば、なんか
ジャイアンとスネオの関係みたいです、ね、スネオでも俺お金持ってるからさ、スネオじゃないよね、で金のないスネオだよね。あ、そうそう、お金がないスネオ、うん、チャイナ様の言うことは正しいと思いますって言うと、そうするとチャイナはホラミル国際世論、やば、チャイナが正しいと言ってるんだ、耳のバランスだって言ってる、バランスが出るから、まあ、バランスのことディスるつもりないんだけど説得力ないないやでも例えばそれがほらバランスだけじゃなくて、うん、太平洋の他の国々も行ってるじゃないかっていうことも、一つ二つそういったところでその票数を稼げばいいわけですよ。そうですね、バランス一票だけだったら、なんでそれだけかだけど、でもそういう形で興味がないところとか、確かにそういうところで票稼いでいけば世論を作ることができるわけね。で当然かなりそういう無茶苦茶なことをやってるんで、地元なんかのそのではやっぱりチャイナたちの反発結構あるんですよ。でそうすると例えばその反中国暴動なんか起こると、はい、そうするとやっぱり地元のちっちゃな島国 の、 あの軍隊とか警察で抑えきれない。そうするとどうするかというと、例えばオーストラリアとかニュージーランドの軍隊が呼ばれてって鎮圧をするというでますます忙しくなるよねって大変だからフランスもなんとか手伝ってねっていうのが、ああそういうことなんですね、あるわけで、あのフランスに関して言うとやっぱり、まあ、ニューカレとあのポリネシアはあったんだけれども、うん、あの21世紀の、まあ、2010年ぐらいまで、うん、やっぱり遠いんですよ、うん、でチャイナが直接そのちょっかいを出してくるっていう形にはまだならなかったんで、うん、あのそれこそサルコジの時代っていうのは、はい、あのまあ、ビジネスのためには、あの人も完全ビジネスマンだから、ね、チャイナと仲良くしてた方がいいじゃん、うん、ちょっとぐらいあれ目つぶってもみたいな形だったんだけども、うん、それがどん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 チャイナがやっぱり2010年以降こう拡大していって、でそれで、南シナ海とか東シナ海で揉めていくのを見ていくと、フランスの側も自分たちが南太平に領土持ってるから、ちょっとこれあそこでとどまんなくって、自分たちのところにも火の粉が降ってきそうだよねというのを意識し始めたのが2014年なんですよ、はい、でこの時にその2014年の春の日仏外相戦略対話っていうのがあって、この時に実はフランスの側が、いや私は我々は日本と同じ太平洋の海洋国家ですって言ってるわけ。でそれは太平洋の海洋国家ってイメージわからないでしょ、うん、要するにヨーロッパの森林の国っていうイメージの持つ人多いんだけど、うん、彼らはここで、いや我々も日本と一緒で太平洋の海洋国家なんです、それいっぱい持ってるから、持ってるから、でだからそこでそのチャイナみたいなとは一応名指しはしないんだけども、うん、法の支配、ちゃんと国際法にのっとった法の支配の原則を堅持して、うん、地域の安定に取り組む利益と責任を日本と共有してるんですと、うんうん、だからあのそんな、ね、無茶なことをやるやつが来たらそれは懲らしめなきゃいけないよね、うん、させないように、変なことさせないようにしないといけないよねっていうことで、例えば2014年夏には南十字星演習っていうその軍事演習があるんだけど、これに自衛隊も参加してるんですよ、招待してるんです。でその翌年には今度フランス海軍が九州の沖で自衛隊と米軍 の、 その、まあ、演習なんかにも参加してるっていうことで、で2016年にはやっぱりフランスの国防大臣が EU 各国に、いや航行の自由というのを確保しなきゃいけないよね、だから南シナ海でチャイナが無茶なことをしないように、うん、荒らし回らないように定期的にやっぱり EU もその艦船を送って監視しなきゃいけないよねっていうことで、でその時にフランス軍は例えばアメリカ軍とか米軍とかオーストラリア、ニュージー自衛隊との軍事演習、そういう訓練なんかを徐々に加速していくっていうことをやってるわけです。で実は結構その河野さんが行ってあのサインをしてきたっていうのは、意外とそのポッといきなりポッとではなくて、これ割とこう何年かずっとあって、太平洋の問題って実は日本とフランスっていうのは利害が重なるところって少なからずあるんですよね。でそういったものがあって、で特にこれがそのまあサルコジの時代はまあ全然チャイナ寄りだったのが、オランドの時代の後半ぐらいからそろそろやばいんじゃないかってなってきて、それがもう去年マクロンになってから完全にやっぱりもうチャイナはやばいよねというふうに、あの立ち位置が変わってきてるんですよね。でそれ例えばあのマクロンがその5月に、まあ、補足するんですけど、まあ、そのマクロンが補足する前のオランダの末期なんかは日仏両政府 の、 その外務防衛閣僚会議でもう緊張を高める一方的な行動やもう強い反対ってこと、もうこれで名指し合いしてないんだけど、明らかにもうチャイナのことを言ってる。でその前提があって5月にマクロンが政権に取ると、もう明らかにその対中強硬路線にもシフトしてくるわけですよ。だから例えばマクロンの時代っていうのは5月に政権が誕生するから、その後7ヶ月しか、まあ、半分しかないんだけども、そうですね、あの去年のうちに5隻あの艦船南シナ海に派遣してるんですよ。あらまあ。でそれだけじゃなくて、今年に入ってからはその3月にインドに行ってるわけです。
インドに行って、そのインドのそのモディ首相とインド洋だとか太平洋で覇権はってならない。覇権ってのは要は一カ国がなんかこう他を圧倒して制圧して、そういうことはあってはならない、うん、で要はこれ何かっていうと、要するに中国にその好き勝手させちゃいけないよねってみんなルールを守って共存しましょう、そこでチャイナのジャイアンは許さないよねっていうことで、うん、でそこでその海軍基地をそのフランスとインドは相互に利用できるようにしましょう。なるほど。で5月にはマクロンはオーストラリアにも行くわけです。でフランス、オーストラリア、インドはインド太平洋で目標を共有し地域の鍵になるんだと、うん、でここで名前出されてないけど、要は何かっていうと、要するにチャイナが好き勝手にいやさせないよねと思うあいつらがもうジャイアンみたいなことはさせないよねということをはっきり言ってるわけですよ。うん、うん、で、で実はこの時の5月のオーストラリア訪問という時に、まあ、実はマクロン重要なのは、さっきニューカレの話が出たんですけれども、はいはい、ニューカレっていうのは実は今年の11月に予定されている住民投票があるんですね、はい、でもともと独立をそのするのしないのってことは揉めていて、うん、でニューカレの住民の人口構成っていうのは先住民の多数でカナクっていう人たちがいるんですよ、はい、でこれは大体4割弱 39%、うんうんうん、からフランスから入ってきたその、まあ、フランスをはじめそのヨーロッパから入ってきた西洋人が 27%、はい、それからワリスフトナっていう最初の方に出てきた島があるっていう、はいはい、あそこ系の人が大体1割ぐらいいるんですよ。でこのカナクの人たちっていうのは割と独立派が今まで強いというふうに言われていたんだけれども、マクロンが行ってとにかくそのいやもうニューカレーはね、フランスではニューカレーのないフランスはフランスじゃないのよとか、とにかく一緒にいてよと、いや例えばそのかつてそのニューカレーのその先住民の人がフランスの警察になんか殺されちゃった事件がなくて、その遺族のところに行って、いやまだ僕も本当に反省してますみたいなことを言ってこうなだめて、でそれ結構いろいろ割とやってパフォーマンスなんかもやったりして、とにかくフランスと一緒にいてくれということを訴えて、現在そのまあマクロンがニューカレーから訪問から終わった後の世論調査では一応全体で 60% が独立反対、で賛成は 22% まで、18% は分かんない、分からない分からない、今だからまだ決めてないとか、なるほど、態度未定とか、まだ現状ではどっち投票するか分からないっていうことだよね。だから 60% 反対まで一応まあ戻したわけで、ただその科学の多い北部では実は反対が 42% 独、うん、なんだけど、独立賛成も 41% でほぼほぼ拮抗してる。ただ南部の方はこれは西洋人が多いんで反対派が 67% なんだけど、ただカナクの人たちをかなりそういう意味では巻き返してはいたんだけれども、その独立は何とかしないで、で独立したら困るよっていうのはもちろん資源のもの一つだけです、まあ、海洋資源、水産資源の他にあとニッケルが取れるんですね。それからニューカレー自体が天国に一番近い島っていうことで、エッセイがさっきちょろっと言った森村桂のエッセイが出たこともあるように、環境がいいんで研究所なんか結構あるんですよ。なるほど。で科学技術研究があったり宇宙開発の研究所があったりすると、あ、データ取られちゃうと困りますね。そうだから、そうすると独立しちゃうとね、うん、独立してニューカレー自体にはやっぱりそれ基盤薄いわけですよ、うん、でそういうところにさっき言った札束構成のチャイナがやってきて、うん、病院線横付けにしてやばい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 、ね、やりかねないで取られちゃったらこれすっごい困るよ。怖いですね、うん、取られたらいろいろ今後問題が、ね、そう生じてきそう。でそこでなんとかそのフランスはオーストラリア、インドを巻き込んで、うん、南太平洋の直接やっぱりチャイナのその脅威というかそれと接しているところを巻き込んでやろうとしてるんだけど、うん、ただ太平洋防衛ということを考えると、うん、やっぱりオーストラリアとインドだけだとやっぱりこう不安なわけですよ、まあ、確かにそうですね。で何言ったって歴史的に見ると太平洋守ってきた日本だから、まあそうか、うん、そうですね、経験とかそういうものは、うん、蓄積とかってあるんで、うん、でそこでその日本ともやっぱりそのある程度その同盟関係というそれをその強化しようっていうのはこの間の、河野さん呼んでのそのアクサのサインっていうことになってくる、つながってくるんだよね。だ例えばその前には6月にはインド太平洋の安全保障っていう戦略指針をフランス出しててもうこれははっきり言って中国が南シナ海でやっている人工島の造成だとか軍事協定の動きは明らかにもう緊張を招いてるんだと、うん、で南シナ海ってのは世界貿易の航路が集中する地域であり危機は域外に広がる可能性があると、うん、だからそれは防がなきゃいけないよねというのがフランスの基本方針ですと、うん、でそこに日本も加わってねっていう話だったわけ。なるほど。でただね、でそれでまあもちろんそういう意味ではやっぱり日本もそのチャイナの膨張って非常に脅威を感じるところなんで、そこではフランスと組むっていうのはそれは目立ちなんだけど、うん、ただここがねやっぱり一筋縄ではいかないところがフランスのところで、フランスというのは伝統的に敵対する両方に武器を売る国なんですよ。
まあ、やりかねない。どっちにもこう いい顔って言ったら変ですけど、いや要するにあのお金に色ついてないからねっていう、なんかはい、どっちも仲良くしようねみたいな感じはあるかもしれない。例えばチャイナに関して言うと、あの天安門事件の後にね、はい、中国に対して武器禁輸っていうのをやったじゃないですか、うん、あの家なんか武器禁輸してたわけですよ、西側諸国はね。で武器禁輸してたんだけれども、うん、ところがフランスは何やっていうかというと、実はいやこれは殺傷兵器じゃない、要するに武器じゃないですからということで、じゃあ何なんだって、レーダーだとかですね、あのステルスシステム売るんだよ、いやこれ武器じゃありませんから、いやだってこれで人死なないでしょ、レーダーで人死なないじゃん、武器じゃないよっていう、物はいいような気が。でそれ言ってる一方で台湾にも戦闘機だとかフリゲートが売ってるわけだから、そういう面のある国なんで、一応だからあのアクサでサインをしてきて、いやこれであのオーストラリアとインドと日本とフランスで、ね、太平洋でチャイナを封じ込めるんだっていう、その方向はそれで正しいしその通りなんだけども、あんまりここに今度ね信用しすぎちゃうと足元は救われちゃうかな、ね、うん、フランスってやっぱりそういう意味ではよく言えばしたたかな国なんで、確かに、うん、それは否めない。なんか体験的にあります？いや体験というか全体的に、まあいい人も悪い人もひっくるめて適当な人たちではあるかな、うん、まあ、働いてんだからいいだろうぐらいの感覚で皆さん仕事をしているので、こう何時に約束って言っても時間通りには来ないですかね。平気で15分くらい遅れてきて今からやろっかみたいな、本気だなとは思いますけど、なんかその感じでねやられるとこう大変なことになりかねないなっていうのは、うん、なんとなく、まあ、ただね、一応まあ今回そのアクサの話を結びましたってところまではニュースでやっても、うん、中身だとかバックグラウンドの話は全然なかったんですけども、そういう意味で言うと今後このまあニュース その続編という形でまあ見てちょっと注目しておいていいのは、やっぱりニューカレの住民投票ですよね、うん、多分日本だとまあ報道されてもこんなちっちゃいわけだと思うんだけども、うん、ニューカレの住民投票っていうのの結果によって本当独立派が多数占めちゃったりすると、うん、投票ってのはやっぱり本当最後の最後何起こるか分かんないん で、そうすると実は結構太平洋全体の変動する可能性が不安要因になりかねないんで、ちょっとこれは頭に留めておいてもいいかなというニュース解説でございました、うん、ちょっと長めになりましたけど最初に告知なんかもしちゃったんで、まあ、まあそうですね、はい、許してくださいました。というわけで本日は中国とフランスとの関係ということについてお話しいただきました。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。